2011年の4月15日金曜日のビデオログです。今日なんですけど、証明写真が仕事上必要になり、カメラの北村ですね、チェーン店ですね、そこに取りに行きました。まあ1500円程度だと思ってたんですけど、なんかメニューの中にプレミアム証明写真っていう3000円のコースがありました。なんかプレミアムっていう言葉にそそられて、今回3000円のコースで撮影してみました。このコースなんですけど、後ろの背景紙ですね、それを好きな色から選びます。5種類か6種類ぐらいあって、その中から選べるんですけど、今回はまあ証明写真ということで、ブランド青バッグですね、それを選びました。しかも青バッググラデーションになってますので、結構かっこいいですね。後ろからちょっと五光が差してるじゃないですけど、後ろから光ってるっていうような、そんな感じですね。それまあ多少、あとはあの多少のレタッチを行ってもらえて、まあ顔のそのツヤみたいなのが良くなりますね。ただあのスピード写真、あのスーパーとか ホームセンターの外にある500円で撮れるスピード写真と比べると6倍のプレミアムですね。ただまあ私はその価値あると思います。まあ理由はあのオペレーターがちゃんと記念撮影のあのスタッフということですね。あの七五三とか子供の成長写真を撮るような写真館がありますけど、それをあのカメラの北村ってそれも併設してまして、そこのスタッフがこのプレミアム写真の撮影を行います。ですので顔の表情とかは明るくなければ指摘しれてして、ちゃんとあの口ちょっと笑ってとか顎の状態とかそういうのを確認してくれます。ですので、まあ、非常にいい表情で撮影することができました。まあ、今まで証明写真いろいろ撮ったんですけど、その中で一番パーフェクトな仕上がりだったと私は考えます。まあ、あの先ほどレタッチって言いましたけど、もちろん極端な修正はないですね。常識程度の修正ですね。まあそれがポイントです。あとあのこれプレミアム写真、なんかこんな DVD のようなケースに入ってきます。でこの中に、まあ、これあの写真ですね、貼り付ける写真と、あとはあのデータがついてきます。 JPEG のデータですね。 JPEG の高解像度のデータがついてきますので、これあの写真のポジが欲しくなくて、このデータだけ欲しいって人にもいいですね。例えばあの Twitter とか YouTube のロゴですね、そこに自分の顔を貼り付けたいとか、ブログで商売やっててちょっとかっこいい自分の写真を撮ってみたい人、そういう人にこのサービスはおすすめです。あの写真を撮ってスキャンするとロスります、あの画質が悪くなりますし、あと写真をデジカメで撮るっていうのもまあ論外ですね、画質上。まああの就職の内定獲得とか、綺麗な写真を、綺麗な自分の写真を撮りたい人、ブログに自分の写真を埋め込みたいビジネスユーザーにはぜひおすすめですね。このプレミアム写真はおすすめです。以上、今日のビデオログでした。